よーし、やったやったやった。楽しみにしてたやつ届いたぞ。 VR ヘッドセット。よし、早速遊んでみよう。よいしょ、手に持ってつければいいのかな、これ。ん、あ、何してんの、お兄ちゃん。おー、ケナ太郎。いや、あのね、ちょっとさっきね、頼んでたこの、見て、 VR ヘッドセットが届いたからさ、これこれこれ。 VR ヘッドセット、何それ。いや、これをね、つけると、あの、ゲームのね、世界に入り込んだ感覚。韓国？違う。ゲームの世界に入り込んだ感覚で遊べるらしくてさ、ちょっと前から気になってたんだよね。ヒーロー、俺もやりたい。いやいや、これ一人用だから、俺が遊んだ後に貸してやるよ。え、やだ、今すぐ遊びたい、貸して。いやいやいや、それ先。いやいやいや、無理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 。俺弟ファーストだよ。なんでだよ、俺が買ったんだから。うーん、やだー。おい、ちょ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 、やらせてくれ、俺先に。おい、ちょちょちょ、お前、やだやだ、ヒーローやりたいんだよ。ちょちょちょ、そんな俺世界入りたいよ。いた、ニョ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 。お、これゲームの世界じゃない。よく来たな、挑戦者よ。お、なんだなんだ、声がする。え、私はこの世界のゲームマスター。ゲームマスター。この世界では1週間後に訪れるデビルマザーの襲撃に備えて自分のレベルを上げ、デビルマザーの討伐を目指すのだ。デビルマザーの討伐。え、どんなやつなんだろう。デビルマザーはこいつだ。ちょっと待って、え、お母さん。デビルマザーは大地や建物を破壊し尽くし、木々を食い散らかし、海を枯らす、とんでもない化け物だ。覚悟はいいか。いえ、絶対勝てないじゃんそれ。さあ、挑戦者の名前を教えてくれ。あ、挑戦者の名前、俺の名前ってことか。あ、ケナスイです。あ、と、ケナ太郎です。ん、おお、お願いします。なんで。え、なんでって、なんかお兄ちゃんがゲーム開始ってするときにヘッドセットの中に顔面こうやってこすってたら俺も一緒に入れたよ。え、そんなことできんの。それよりさ、なんかお兄ちゃんの頭の上に5って数字がついてるんだけど、何の数字それ。うんち漏らせ回数。いや、違うって。あ、そっか、もっと漏らしてるもんね。5なわけないか。違う違う、おい、ふざけんな。ケナ太郎じゃあるまいし。そういう、なんかケナ太郎も頭の上に3って数字がついてるぞ。え、どこ。うん、ここ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 。あ、どこ。いいだー。あ、ちょ、え、ちょっとちょっと、お兄ちゃん何すんだよ。いってててて、てあれ、なんかお兄ちゃん頭の上の数字が8になってるよ。うおー、ほんとだ。え、さっき5だった。この数字って変わるんだ。待って、もしかしてこれあれじゃない、ゲームだからさ、レベルなのかな。あー、じゃあお兄ちゃんが今8レベルで俺が3レベルってこと。そうだね。弱くない俺。レベル上げしないと。聞いてたでしょ、このゲームのラスボス、デビルマザー。そういえばデビルマザーってレベルどれくらいなんだろうね。いや、わかんない。デビルマザーはレベル54万だ。え、ちょ、もう一回お願いします。デビルマザーはレベル54万だ。ん。わあ、俺たち今2人合わせて11。デビルマザーは54万。わあ、これいわゆる無理ゲーってやつじゃない。無理ゲーだよね。どうやってそこまでいくの。とにかくレベルを上げて上げて上げまくるのだ。それでは幸運を祈っているよ、勇者二人。まあ、さっきお兄ちゃんが俺を倒したみたいに、なんかモンスターとか何かしらを倒してレベルを上げるしかないってことだよね。そうだね。あとはあれじゃない、なんか探索してレベルアップできるアイテムとかあればそれ使うとかね。あー、そうだね。ちょっと、なんとしてもレベル上げて、俺たちでデビルマザーボコボコにするぞー。ボコボコにするぞ。ちなみに、みんなだったらどうやってレベル上げるかな、ちょっとアドバイス欲しくない。確かに、レベル上げのアドバイスください。ちょっと、見てるみんな、どうやったら最短でレベル上げられるかコメント欄で教えて。あ、あと、チャンネル登録、高評価もお願いします。みんなが高評価してくれるたびに1レベルが上がるかもしれません。おお、それは期待できる。3000いいねください。3000いいねで3000レベルにしてください、僕を。 お願いします。キャンスユーチャンネル。どうする。そうだな、とりあえず探索してみる、このゲームの世界を。確かに。
かにね、そうしよう。探索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 。ちょ、びっくりした。めっちゃびっくりした。え、お姉ちゃん、なに、ゲームの世界ってことはさ、あれができるってことだよね。あれ、あれだよ、あれ、泥棒。まあまあまあ、まあ、確かにね、人の家に勝手に入ってなんかアイテムないかとかいろいろチェックしたり、ああいうのできるよね。あ、まあそうだね、ゲームの世界だから勝手に入って調べてもいいんじゃない。そういうゲームよくあるし。片っ端から探索しよう、お兄ちゃん。もしかしたら女の子の水着ゲットしてレベルが100上がるかもしれないし。おお、絶対上がらないだろ、そんなんで。まあ、わかんないだろ。よし、よし、やるぞやるぞ。よし、決めた。ん、それじゃ今からここからこの列の奥の家まで見ていこうぜ、二人で。はいはいはい、いいよ。よし、じゃあここから、ここからお邪魔しまーす。勇者一行です。勇者だから何でもして。うわー、ちょっと待って、早速誰かいる。ねねね、な、なんでお前ら、や、家主か。いや、お兄ちゃん、あれ、完全に泥棒だよな、あの見た目。見た目泥棒だね。泥棒に入ったら、泥棒に出くわしてしまった。見て、きなたろ、あいつの頭、レベル10だって。ほんとだ。俺のレベルが今何ぼ8で、きなたろレベルが3、合わせると11になるからさ、あの泥棒、倒せるかちょっと試してみない。確かに、こんなね、10レベルのやつも倒せないようなやつ、デビルマザーに勝てるわけないもんね。そうだね。おいおい、なんか話してんのか、やんのか、やるんだな、おい。消しゴムの青、ケナ太郎、参上。何してん、何してん、それ何。え、なんか、いらない、そういうの。いらない、いらない、もう、普通に。行くぞ、戦うぞ、ケナ太郎。やるぜ、弾み込め、弾み込め。8レベル3レベルならいける。よいしょ、いけいけいけ。よし、いい感じに攻撃分散させてる。いいよ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 、挟む。おい、ファイナルドリーム、ミラクルサンダーブラジルしちゃった。お前はせこいぞ。ギター1は聞いてない。クソ、うん、クソ、はめられた、はめられた、完全に。これが数の暴力。数の暴力だったね。え、んお兄ちゃん、お兄ちゃんのレベル18に上がってるよ。え、おお、ケナトローもレベル13になってるよ。おお、あれだね、やっぱり二人がかりで言ったらレベルの高い相手を倒せるから効率がいいね。効率いいね。あ、見て、ドラムを倒したから、ドラムからドロップアイテムが。なんかチェストがある。いつの間に。なんだこれ、何があるか。ん、銅貨10枚と、なんか武器と食料だ。お食料あんじゃん。わー、ラッキ ー、 お、 ラッキー。お金の管理はできないから持っていいよ。武器取ったし、まあでも武器があればさ、簡単にレベル上がりそうだね。よし、この調子でボコボコにしていくぞ。ちょっとあれだな、アイテムゲットしたし、やめよう、人ん家に入るのは。ゲームとはいえ、少し申し訳ない気持ちになったからね。え、じゃあどうすんの、キャンダロー。そうだね、まあなんか、NPC とかがいそうなお店とか行くか。え、NPC 倒すの。いや、倒すんじゃない、武器屋とかさ、あるじゃん、食堂とかギルドとかあるかもしれないし。はいはいはい、このゲームのこと全然知らないからさ、ちょっと冒険しよう。確かに、せっかくお金ゲットしたし、武器屋探してみるか。うん、どう？あった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 、ガンズ。これ武器屋さんだよ絶対。おお、本当だ。見て、なんか見る感じめっちゃいろいろあるっぽいけど。うわ、すっげえ、めっちゃいろいろある。ケンタロ、レベル30の店主いるじゃん。ああ、まあ倒すか店主。おい、店の人倒すの？いいんだよ、ゲームの世界なんだから。これ本当に正しいレベル上げの方法なのか。よし、行くよ。お邪魔しま、武器屋だ。ちょ、なんだ、なんだお前たちは。ほら、あ、ちょ、あ、あ、ちょ、ちょ、お前、ちょ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 、強、武器強。やば、俺が強いんじゃない、武器が強い。倒してしまった。倒したけど、これあかんのかな、ちょっと。やばい、燃えてる燃えてる燃えてる。どうだ？おお、おお、え、キナトロレベル43になってるよ。お兄ちゃんも48。え、俺も上がってんの。やっぱ俺たちパーティー組んでるから。あ、そういうこと。得られる経験値は半分ずつなんじゃない。すごい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 。てか待って、またチェスト出てる。ほんとだ、ちょっと俺が見ようかな。さあ、店主何持ってるかな。何も、すごいもの持ってた、この人。なになに、強い武器とか。これだよこれ。なんだよ。装着カジーン。え、ちょすごい力だ。なんかつけた瞬間100になってんだけど。え、
なんでビキニで。これがビキニパワー。ビキニパワーってなんだよ。聞いたことでいいよ。ちょっとそれ取ってみたらどうなの。うん、あー戻った。え、戻った。体の力が抜ける。え、体の力が抜けた。じゃあ来ていいよ。どうだ。おえ、すごっ。これはビキニは必要だな、これ間違いなく。ちょっとあれだな、ここである程度天使も倒したし、装備とか見繕ってから行こうか。そうだね、ここら辺の銃とかあるし。よし、俺はこれで行け。じゃあ俺このなんかめちゃくちゃ強そうなやつにしよう。はいはいはい、これでどうだ。おお、え、お兄ちゃんレベル5000になった。ちょっと待って、もうブルーマンが倒せるんじゃない。5000って勝てない。よし、とりあえず引き続き武器と防具ゲットしたし、レベル上げよう。そうだね、次行くよ。次次次、キャラクエチャンネル。よいしょ。レベルアップできる施設があるって聞いて隣町まで来たけどさ、本当にそんな場所あんのかな。いや、そんなさ都合のいい場所があったらデビルマザーのレベル超えられるけど、ないよねさすがに。確かにここら辺、え、あった？もう絶対ここだろう。レベルアップに敵バトルリンク。バトルリンク。頼むー！俺らレベル上げるぞ！ゴロ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 、レベル上げるぞ！いいの、そんないきなり入って。地下闘技場みたいなのある。本当だ。こんにちはー。こんにちはー。うわ、なんだここ。なにここ。よく来たな、挑戦者たちよ。久しぶりのゲームマスターだ。おお、ゲームマスターの声か、これ。最近元気か。はい、まあぼちぼちレベル上げ頑張ってます。このバトルリンクでは出てくる対戦相手を倒して倒して効率よくレベルアップができる。幸運を祈る。グッドラック。なるほど、あそこにレベル3000の NPC が見えるけど。ほんとだ、あいつを倒していけばどんどん効率よくレベル上げれるってことか。そうみたいだね。俺行ってくれ。うわー、おい、先やだろ。レベル100だけど。え、強っ。武器が強いな、これ。俺、本当は100なんてレベルじゃないじゃん。なんかすごい、体の能力値が上がってる気がする。ドア、え、ちょっと待って、嫌だろ。レベル5000になった。マジかよ。俺たち合わせて1万じゃん。めちゃくちゃここ、レベル上げの効率いいよ。次、お兄ちゃんが行きなよ。ケナタロウに負けてられないからね。レベル54万。目指すぞ、さあ来い。よし。え、倒した。お、待って、来たかも。おお、なんか待って待って、どう？お兄ちゃん、3万まで上がった。うわ、ほんとだ。ここなら54万いけるよ。よし、いよいよだね、お兄ちゃん。54万まで全然到達できなかったけど、二人合わせてならさ、なんとかなるかもしれないよ。うん、音がするぞ。うわ、なんか空が紫色だ。え、待って、これ来たんじゃない？デビルマザー来る気がする。あ、いた、出てた。54万レベル、デビルマザーだ。なんか普段の100倍ぐらい強そう。なんてサイズだ。でもやるしかないのか。やるしかないよ。行くぞ。おらー、いけ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 。当たってる。あと聞いてるかも。いや、当たってる感じがないよ。全然よし、目くらまししてファイナルファイアショット。ちょっと当たってみてよ。ダメだ、強すぎる。一旦引こう。よいしょよいしょ。くそー、負けてたまるか。やめなさい。ん、なんか喋った今。おいおい、くそ。お兄ちゃん手が止まってるよ。どんどん撃って。撃ってる撃ってる。でもなんか言ったような気がするけど。ほら、聞いてるの二人とも。ん、なんかやっぱなんか言ってるような気がするんだけど。こらー。おお、いけー。なんか今、え、今コラーって言った。よしよし、ケナタケナタ、ストップ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 。撃つな撃つな撃つな。そんなけど、デビルマザーがなんか言ってる。俺たちなんかさ言ってきてるような気がするんだけど。ちょっと何するのよ。いい加減にしなさい。うわー、嘘だろ。うわ、あ、俺たち負けたのか。ケナソユケナタロウ、ん、聞いてるかしら。これはどういうつもりなの。これって何が、ん、うん、あれ、え、え、ちょっとちょっと、家が、家が、え、なんで俺たちの家がこんなボコボコに。ケナソユが変なもの頭につけて、ほらこれよこれ、暴れ回ってるから。もうなぜかね、ケナ太郎も一緒に暴れて家をボコボコにし始めたから、
無理やり止めたのよ。何なのよこれ。え、それはちょっとVR ヘッドセットって言って、もうゲームの世界に入り込んだ感覚で遊べるもので。ゲームの世界？現実がこんな風になってるのよ。本当にそれゲームの世界だったのかしら。いや、ゲームの世界だよね。ちょっとお母さん、 VR ヘッドセット貸して。まったく、今度暴れたらただじゃ置かないからね。ほいと、じゃあこれ装着してみて、よいしょと。え、なんかロードに失敗しましたって書いてある。ちょっと外そう。よいしょ。待って、じゃあ俺たちゲームの世界じゃなくてこの現実世界で今暴れてたってこと？え、うん、まったくこんな時に誰かしら。はーい、こんにちは、警察です。こちらの家にケナスユ君とケナトロ君はいますか？あ、はい、いますけど。警察が俺たちになんのよ。ですね、ケナスユ君とケナトロ君に対してここ1週間で468件の暴行の罪と532件の住居侵入の罪で被害届が出ております。こちら証拠なんですけども、確認できますか？え？これが証拠？え？待って、え？失礼しよう。ここではなんですし、書類詳しくお話を伺わせていただきます。さあ、こちらへ。手洗い、行きたくない。ママ。いや、これには訳があるんですよ、許してください。いやー、さすがに468件の暴行の罪と532件の住居侵入の罪となると、許すというか生かすわけにはいかないですね。ん？生かすわけにはいかないって、え？ちょっと嫌だよ、しげえなって絶対嫌だ。ちょ、助けて、デビルマザー、デビルマザー、デビルマザー、誰がデビルマザーよ。もう早くとっとと行ってきなさい、あんたたちが悪いんでしょ。ほら、デビルマザー。そういうことだね。デビルマザー。